俺だよ。今海を見ながらさ、ちょっとね、今後の人生とか、世界の情勢のこととか、営業行って未払いだった。3年も経って金を払わない会社が2社あるんだけど、そのことを考えていました。どうも、ひろしです。今日紹介するのはね、これだね。ブランケット。このブランケットっていうのはね、迷宮グルメ異郷の駅前食堂 BS 朝日だね。あれのロケ中に買った、韓国で買ったブランケットなんだけど、これが非常に俺気に入ってて、っていうのも、これの前にもブランケット持ってて、イタリア軍のレプリカのブランケット持ってたんだけど、すごくでかいんだ。で、結構値段もするんだ、それなりに。でもちろんキャンプで使うために買ったんだけど、でかすぎてね、すげえかさばるの。で、なんか薄手で、もうちょっと薄手で、もうちょっと小さいのないかなと思ってたわけ。だ、そのでかいのも切ろうとも思ってたけど、なんかちょっと抵抗あってね、切らずに我慢してたんだけど、その迷宮グルメ異郷の駅前食堂でのロケで韓国行った時に見つけちゃったんだね、これね。多分1万ウォンだったから1000円ぐらいだったと思うんだけど、これもだからどこ軍とかないんだよね、多分ね。安物だからこれ元からだよ。で、この色もいいしさ、生地も薄いでしょ。で、でかさもちょうどいいんだよ。ちょうどいいって何ちょうどいいかって、まあこういう何使うかって言ったら、例えば、この座るときに下が冷たかったらさ、こうやって引いて座るとか、ね。さっきみたいにちょっと肌寒かったら、こう羽織るとかね。あと、まあ、寝るときにちょっとそれこそかけたりとか、下に引いたりとか、まあいろいろ使えるわけだ。まあこれ、まあ買おうと思っても、俺は知らないけど、とりあえず俺韓国のなんかインチキアーミーショップみたいなところで買ったやつだから、どこで買っていいかわかんないけども、まあ俺が使ってるブランケットっていうのはこれだね。薄さもなんかちょうどいいんだ。こうやって折りたたんだら、もうザックの上に乗せりゃさ、もう持っていけるじゃん。非常にこれ俺は気に入って使ってる、カーキのブランケット。俺ね、割と洗うね、これ。だからキャンプ行ったら大体、もう速攻で洗うね、この着てるやつとかすべて。洗濯機入れて。そして、その洗濯機俺、一掃式なんだけど、やっぱ洗う工程の時にちょっと開けてみるもんね。で、その水がさ、黒かったらちょっと嬉しいんだよ。うわー、汚れが取れてると思うから。昔から俺ね、こうね、洗濯機が回ってるところを見るの好きだったんだよ。今の割とハイテクだから、なんか途中でどっかの工程で開けたら、作動しなくなったりするけど、昔の冷蔵庫2層式の時は開けっぱなしでずっと見てたからね、こうやって暇だから。どん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 って脱水の様子も。で、そこでこう泡が立ってきてさ、黒い汁が出てくるのが嬉しかったりするの。あ、汚れが落ちてるな。当然やっぱキャンプ行った衣服って汚れるから、いつもよりちょっとね、黒まではいかないけどね、グレーになってくるな、お湯が、水が。それ見ると楽しい。それは昔からだ。洗剤入れる。でやっぱりいい匂いさせたいからダウニーとか入れるね。ダウニーもね、あれね、でもね、程よいサイズ買った方がいいね。俺ダウニーどうせずっと使うからさ、すげえなんかこんなでかい海外サイズみたいなの買ったんだけど、あれ冬場固まるね、使えなくなるから。でそれ無理やりそれで洗濯しようとしたらさ、ここにダウニーの跡が残ったりするから、あれはやっぱちょっとやっぱり小分けにして買った方がいいっていう。だダウニーのリンクも載せとくわ。これがだから俺の使ってる、韓国で買ったブランケット。俺が買った時が1000円で、今俺が着ているこれ、あれトレーナーがかまいたちの椎名さんのお兄さんのやってるバンドデカメロンのパーカー。意外と初めて着てきたね、キャンプにはね。ちょっと今後こういうパーカーも取り入れていこうかなと、キャンプに。そういうふうに思っております。チンコ。